はい、こんにちは、いずもりです。年末年始のですね、行政監視活動報告を今からさせていただきます。まず最初にですね、こちらの、動画26秒見てください。これ県庁の中なんですが、数年間もですね、これをしっかり是正するようにと言ってるのに、見てください、雨ざらし野ざらしのまま県庁内に放置されているこの看板、全く改めようといたしておりません。何度も指摘しております。総務局総務課と書いてあるのはよくわかりますよね、皆さん。はい。そして、その場所とはちょっと離れた場所ですが、このようになっております。一回も警備員はこの県庁内を見回りしてないんでしょうか。見てください、ちぎれたままで放置される、総務局総務課と書いてある看板、見てください、ほこりと汚れでボロボロの総務局総務課の看板です。こちらなどは全くこちらからは見えません。どこの誰がどこから見るのでしょうか。それからですね、これは今日、開示請求行ってきましたが、職員駐輪場に放置されている自転車、ゴミ、しっかり適正に管理をしてくださいと言っているにもかかわらず、全く管理されておりません。ここに書いてありますね、駐輪車管理日誌って書いてあります。28年の4月1日から令和元年10月29日分まであるんですが、これ見てきました。ただの1枚も、違法駐輪に対する警告の、貼り札というのを全くしてないんですよ。これで毎日毎日 A4 の用紙にですね、ただ記入して全て000って書いてあるだけなんです。ちゃんと給料出てるんですよ。委託料出てるんですよ、おそらく。高額の、支出が行われているのにもかかわらず、適正な業務が行われてない。詐欺同然です。私はこれらに対しても、県民の皆様に、この実情を知っていただき、ぜひとも改善するようにですね、皆さん、地域の人、あるいは、議員、県の職員、こういう人たちに情報を共有するべく訴えていっていただきたいと考えております。次ですが、広島エントナ、トリエンナーレですね、これの、SNS 発信力の高い著名人の起用とかアンケート調査の経緯っていうのですね、これまだ作られていないということなんで、行政文書は不存在という回答が、去年の11月に、届きました。次にですね、親子連れを検討したもの、これもまだ検討してないということは不存在でございます。それからこれがですね、平成31年度にすで、に支出されたかと思われますね、広島エントラ、トリエンナーレ、プレイベント実施、アートベース桃島、ここに数字がありますんで、ぜひとも、まあ、これも参考にしてください。はい、こちらですが、見てください、31年3月28日2時から3時まで議事の結果、実行委員会行われておりますが、異議なく承認、規定についての説明、異議なく承認、県知事の挨拶、事務局会員の紹介、すべて異議なく承認です。これ議事って言えるんでしょうか。私たちはこういうところをしっかり監視していかなければならないのではないでしょうか。次はですね、前回、朝まで国旗上げているという、もう常態化している、
広島県の狂った国旗の掲揚の仕方、不敬な掲揚の仕方、これを是正するのを約8年以上やってますが、令和元年10月17日、この日も私が17時過ぎに行いましたが、見てください、この聞き取り表、全く時間が書いておりません、そして雨が降っているのに国旗を下ろしていないのは県民として恥ずかしい、今すぐ対応するよう担当に伝えろと承知しました。対応、守衛に対し情報提供を怠った、情報提供ですよ、指示したわけじゃありません。なお情報提供したタイミングでは好転でなかったため特段の対応はしないと、私の動画見ていただければ分かりますが、豪雨が降ってるんですよ。激しく強い雨が降り続けているんです。その前の数時間も前から、にもかかわらず、掲揚したまま、ってこれいつもの状態なんですよ。その後8時過ぎまで、これ5時ちょっと過ぎ、2、3分に私通報したんですが、結局8時過ぎまでまだ上げてましたからね。これはいつもの通り朝まで上げてるなと思いましたけど、朝までは確認することはちょっと、要件がありましたのでできませんでしたけど、8時過ぎまでは明確に上げたままでした。皆さんこれ知ってるでしょうか、このような現実。一人でも多くの人たちにこれが正常な広島県の在り方かどうかということを議論していただきたいと思います。次にですね、これですね、これが情報公開の国旗の雨が降っているから下ろすように、総務課の山下氏が依頼されたことって、これがさっきの結果ですね、はい。次はですね、衆議院議員、河合克行の令和元年10月1日から本日までの間における、警護活動を行った際の、警護計画及び車両の云々というのを情報公開をしましたが、見てください、行政文書が存否応答拒否通知書って、あるかないかも答えるわけにいきませんよという回答でした。次にですね、これは、県庁の駐輪車、管理日誌、これですね、これが全く記録に残ってないと、駐輪の張り札がゼロで、全くしてない仕事をやったように書類だけは、書いてありますけれども、実質的には駐輪場はゴミだらけ、放置自転車が何台もあります。これはですね、広島市に対して、特定の会社がですね、毎日のようにシートベルトをせずに公道を走っているにもかかわらず、広島市は何も行政指導も何もしないと、要望もしないと、確認もしないと、こういうことでいいんですかということで、私はその運転手が運転していることを何本も動画を撮って証拠を警察署にも持っていき、告発して直ちに検挙するようにってずっと言い続けてきました、ここ数年間で。やっとですね、令和2年の1月9日、この回答が来ました。これを皆さん見てください、後でじっくりですね、これでね、委託業者に配慮してなんか身内のような形でかばってるんじゃないかっていうような、なるべく触れられないように、特定できないようにっていう回答の文章がね、見え見えなんですよ、よくこれ見てみてください。それからですね、これですね、広島市議会に令和2年の1月7日に、安佐南警察署に告発された公職選挙法違反について、関する水野公に対する起訴猶予についてという陳情が、付託されました。これが内容なんですが、陳情第63号、安佐南警察署に告発された公職選挙法違反に関する水野公に対する起訴猶予について、
平成31年の広島市議会議員選挙期日前から安佐南区内では選挙用ポスターが至るところに貼り出され、たびたび告発が行われていた。約3名、警察からの警告も無視し続けていた事件もある。また中区内でも1件同様の事実があった。事件の概要は次の通りである。各交差点に数名で白手袋に、名称を掲げた旗を数本立て、通行人に手を振っていたが、かようなる現状に対し、市民が令和元年5月14日告発状を安佐南警察署に提出し、令和元年12月20日に起訴猶予との処分が行われたのである。ついてはこのような事件の再発防止策につき、広島市において議論することを陳情すると。参考のため、この証拠写真等を多数提出する用意がある。委員会での発言も重ねて希望すると。これはなぜかというとですね、陳情者には委員会で発言することは、できません。発言は、させる機会はないということを決まってますけど、原則はですね。ですからそれじゃあやっぱり、内容はわからないんじゃないですかということで、その機会を与えなさいよということを要求し、この文書の中で要求しております。で、なぜこれこの陳情を、出す、ということに至ったかというですね、実名 でですね、この前にそれに関する公職選挙法違反に対してしっかり説明しなさいよっていう、文書を陳情を出してるんですよ。まあ、全文見てみたら、広島市のホームページに、市議会陳情で、文書を見ていただければ分かりますが、その時は伏せてあるんですね。ところが再三再四そういうことを言ってるにもかかわらずですね、議会とか委員会とかで改めますとかですね、こういう事実があったけれどもと、みんなで気をつけていこうよというような、こと、議員の中誰一人も言わないんですよ。じゃあまた次の選挙の時に同じようなことをやるんですかと。検挙されなければいいんですか、警告で済ませればいいんですかって。それじゃあやはり公正な選挙は望めないし、市民のために働いてくれる本当の役に立つ議員が議員になるとは限らないんで、もうこれはしょうがない。法的に認められた保護された権利として陳情を出すしかないなということで、この陳情を出すことに至りました。私もわざわざ実名を出したりとかして、そういうことはやはり日本人ですから、まあまあ穏便にしますよよってね、まあ話し合いで済ますよっていうね、やっぱり気持ちもあります。でもですね、広島市市議会議員の中にはですね、そういう良識や良心、市民の本当の切なる思いというものを汲み取ろうという人がいないんですよ。だからやはりそれはやっぱり有権者とか市民の皆さんにこういうものを現実に見てですね、判断していただくしかないと思ってですね、まあこの機会に、この陳情を出したところです。今回の、報告は以上で終了いたします。どうも動画視聴ありがとうございました。